イムカプセルからヤバいものが出てきたと言ってスレを立てたイッチ。その中身の真相と結末を知ってしまったスレミーは、夜も眠れないほどの絶叫を味わうこととなるのでした。2017年4月、タイムカプセルからヤバいものが出てきたと言ってスレを立てたイッチは、その中身を知りたい奴はいるかとスレミンたちに問いかけます。すると早速見たいと食いつくスレミンや、興味のないふりをして実は気になる小学生男子スレミンが登場し、2チャンネルではやたらといびりまくる現実と2チャンネルとのギャップが凄まじいスレミンが圧をかけてくるのでした。そしてイッチはことの詳細を語り始めます。20年ぶりに高校の同級生4人とのプチ同窓会に出席したイッチは、そこで18歳の時に埋めたタイムカプセルを掘り起こそうという話題で盛り上がったそうです。そのタイムカプセルはイッチの通っていた高校の森林付近に埋めたもので、イッチたちはお酒の勢いもあってかタイムカプセルを掘り起こしてみることにしました。すると中からは全員分の埋めたものが出てきたと言います。そして4人の中でも友人 A が埋めたものは、当時集めていたレアなメダルや硬貨、さらに B は元カノとの写真で、 C からは当時使っていた携帯電話が出てきました。そしてイッチのタイムカプセルからは黒いベルトが出てきたらしく、イッチはその写真をスレ内にアップします。すると案の定写真を見たスレミンからは、ヤバくはないと批判的な意見が上がりました。また G12 チャンネラーには珍しくタイムカプセルに携帯電話を入れたというスレミンもいますが、完全防水ではなかったため水没してしまったと、やはりどこまで行っても中途半端な様子がうかがえます。しかしなぜイッチだけ黒いベルトなのかと疑問を持ったスレミンたちは、趣味が悪いだの気持ちが悪いだのと相変わらず散々なコメントを入れるのでした。また友情運をへそのと同時に切り落としてしまったスレミンは、タイムカプセルを埋められることが羨ましくて仕方のない様子。しかしイッチはなぜ自分が黒いベルトを入れたのか思い出せないらしく、一緒に埋めた A に聞いてみることにします。そして返事を待っている間に、スレミンたちのタイムカプセルネタも教えてくれと質問しました。そのエピソードからは、幼い頃から頭のネジが外れていた様子がビンビン読み取れるのでした。中には全財産をタイムカプセルに貯金して、亡くなったら掘り起こすという貯金方法を実践する強者2期が現れます。この斬新な貯金方法を聞いて興味が湧いてきた他のスレミンが、結局掘り起こせたのかと聞いてみると、掘り起こせたもののそれは誰かに掘り起こされた後だったとのこと。このスレミン曰く、その場所は絶対に人に見つかる場所ではなかったらしく、一緒に埋めた友人に裏切られたのだと悲しいエピソードを語りました。さらにそのことが原因で人間不信となり、今現在もニート街道を爆走中だと話します。このあまりにも切実すぎるタイムカプセルエピソードに、思わずイッチも謝罪を入れるのでした。さらに続けてイッチは A から返事が来たと報告します。どうやらイッチはベルトを入れた理由を友人たちに、よくおじいちゃんがつけていたからと話していたとのこと。そして A からこのことを聞いたイッチは、当時タイムカプセルに入れるものがなかったからとっさにこれを入れたことを思い出しました。それを聞いたスレミンからは、理由が適当すぎるや、亡くなったおじいちゃんの形見を入れるなんておかしいとの意見が上がります。それに対しイッチは、当時彼女もおらずカプセルに入れる思い出もなかったため無理やり入れたのだと、このチャンネルの G 牛のような陰キャぶりを発揮し、その言葉を聞いたスレミンたちもわかると激しく共感するのでした。しかし中には、さすがに学生時代は陽キャだったわと過去を思い出し、いつからこうなってしまったのかと
生まれた時からチーギューの自分に気がついていない様子。そしてイッチはこの形見をどうするかはこれから考えると話しました。加えてイッチは A から実家がある地域にニュータウンができるという情報を聞きつけます。すると戸建て民が増えている現状に対してアパートの支払いですら必死な借金まみれニキたちが続々と現れ、有名な歌詞を切り取り出すスレミンや庭付きの家に住んでみたいなどと理想を語りまくるのでした。そんな中、一人のスレミンがイッチの実家はどこかと聞いてみると、イッチは茨城県の畑しかない某土田舎だと話しました。そしてニュータウンができることに対し実家に住む両親は反対していないのかと質問が入りますが、イッチはそれはないと否定します。というのもイッチの実家は超過疎化地域のため反対運動すら起こらないとのこと。さらにイッチに両親はおらず、幼い頃からおじいちゃんと二人暮らしだったと説明しました。そんなイッチの生い立ちを聞いた劣悪環境バッチコイニキたちが興味を示し始めます。するとイッチは自身の生い立ちを話し始めました。何でもイッチの両親はイッチが小学生の頃に他界し、そこからは父方の祖父と二人で暮らしてきたとのこと。そんなおじいちゃんは農業を営んでいましたが、イッチが19歳の時に亡くなってしまったそうです。その後イッチは千葉県に引っ越し現在に至ると話しました。続けてイッチは現在も実家や畑を放置している現状を打ち明けます。そのためニュータウンができる前に何か手続きをした方がいいのかとスレミンたちにアドバイスを求めました。すると無駄に白色日記から市から連絡が来るんじゃないかとまともな意見が入ります。そしてそれを聞いたイッチも早く手放してすっきりさせたいとつぶやくのでした。するとそんなイッチの闇の深さを測り出すスレミンや、それならさっさと売却手続きを済ませろよとまともな意見が飛び交います。するとイッチはそれに対し仕事が忙しくて放置してしまったと弁解し、おじいちゃんとの苦い記憶を話し始めました。そんなイッチのおじいちゃんは昭和の頑固者タイプだったらしく、イッチは厳しく育てられたそうです。そのため楽しかった記憶よりも叱られた記憶の方が多かったとのこと。それでもイッチは一日経てば何でも忘れちゃうタイプのため、ここまで生きてこられたとポジティブハッピー野郎な一面を見せつけるのでした。そんなイッチの忘れん坊ぶりに日常茶飯事記憶喪失2期でさえも楽しい記憶まで忘れるのはダメだろうと盛大なツッコミが入ります。ところがイッチも学生時代の楽しかった思い出はしっかり覚えていると反論し、それでもおじいちゃんからの押し付けが辛かったと語るのでした。そんなイッチに対し人の心を持たないスレミンでさえも心を動かされたのか、イッチの体をいたわるコメントまで飛び交い始めます。ところがイッチはもうすでに体に支障が出ていることをスレミンたちに打ち明けました。というのもイッチはここ1ヶ月ほど毎日悪夢にうなされているというのです。その様子をイッチの奥さん曰く、大量の汗をかいて来るななどと叫んでいると言います。そんなイッチの悩みを聞いたスレミンからは心当たりはあるのかと質問が上がりますが、イッチに心当たりは全くないそうで、その悪夢は突然始まったというのです。さらにその夢は永遠に続くかのように終わりが見えないのだと言います。さらに夢を見始めると抜け出したくても抜け出せないのだというのです。そしてどんな夢なのかと聞くスレミンや、忘れん坊イッチが果たして夢の内容を覚えているのだろうかと煽りを入れるオープニング脚本家ニキが登場します。するとイッチはそんな伏線を回収するように夢の内容は覚えていると答えました。その夢はイッチが森の中で髪の長い女に追いかけられるというもので、
逃げても逃げても女が追いかけてくると言います。さらにその途中には空からおじいちゃんの声が聞こえてきて、ダメだとイッチに囁いているというのです。そしてなんとか森を抜けて女から逃げ切れたと思ったのもつかの間、突然木の陰からおじいちゃんが現れて、ダメだ、絶対にダメだと言ってイッチに攻め寄ってくると言います。それを聞いておじいちゃんひょっこりはんに絶叫するスレミンたちが後を絶ちません。さらにそんな夢を毎日よく見れるねとさらっと他人事スレミンからのコメントが入ります。それに対してイッチは、見たくて見てるんじゃないとブチギレし、今日も寝るのが怖いとおじけづいている様子。そしてもうすぐ子供が生まれることを明かしました。しかし父親である自分がこんな状態ではダメだと焦り、毎日が辛いと話します。続けてこの生活を何とかしたいと悲痛な思いを綴りました。そんな中スレミンたちから、その女に心当たりはないのか、や女はどんな顔をしているのかと質問が入ります。しかし夢の中で前を走って逃げているイッチは、女の顔は怖くて振り返れないためよくわからないと答えました。それでもその女に心当たりはないと断言します。さらに今日はこのベルトのせいで妙に悪い予感がすると恐怖を覚えているようで、赤ちゃんが生まれる前にお祓いに行った方がいいかとスレミンに相談しました。しかしお祓い経験のあるスレミンからは効果がなかったとの意見が入ります。そして大切なのは気持ちだと無意味なガッツを見せつけるのでした。またお祓いに行く前に根本的な原因を探った方がいいとの意見が入り、悪夢の原因は心のどこかに何かが引っかかっているからだと推測します。そしてその原因はおじいちゃんとイッチの間にある確執ではないかとの声も上がりますが、別のスレミンからはおじいちゃんの墓参りに行っているかと盲点をつく質問が入りました。するとイッチは、年に一度は行っているものの去年は忙しくて行けなかったことを告白します。するとやたらと儀式にうるさいスレミンが、個人への供養はしっかりやった方がいいと割と強めの脅しを加えたり、おじいちゃんの墓参りに行ってやれと指示する強制ニキたちが現れました。そんな中あるオカルトスレミンからは、畑や家に思い入れがある個人の場合、その地を野放しにしていると悪夢やたたりを引き起こすこともあると頭の中のオカルト知識をひけらかします。するとそれを聞いたイッチは、家や畑は完全に放置していると答えました。そんなイッチに対しおじいちゃんは、家や畑に置き忘れたものがあり、ニュータウンができる前に何とかしてほしいと訴えているのではないかとの意見や、他にもオカルト研究員からは、おじいちゃんは夢の中でイッチに何かを訴えていると推測します。続けて一度実家に帰って家や畑に変わったところがないか確認してみろとアドバイスを入れました。さらに別のスレミンは、昔おばあちゃんが夢に出てきた翌日、とある事故に遭ったことがあるとリアル予知夢経験を語り出し、スレミンたちは恐怖のあまり凍りついてしまいます。するとそれを聞いたイッチも納得している様子で、やっぱり実家に行った方がいいかともう一度スレミンたちに質問しました。するとすかさずスレミンたちは、実家に行くべきだと回答します。その理由として、このまま新しい家が建ってしまうとその家にまで被害が出る可能性もあるというのです。そしてそれを聞いて焦ったイッチは、次の日休みに実家に行ってみると宣言しスレを後にします。その2日後、イッチは仕事終わりに茨城県の実家に向かっていると言ってスレに現れました。すると早速イッチの登場を待ってましたと言わんばかりに24時間いつでも見守りに来たちが現れ、
イッチの実家にお宝が眠っているのではないかと勝手にワクワクしている模様。それから30分後、イッチは実家に到着したと報告を入れます。そんなイッチの実家はどんな感じかというと、イッチ曰く古民家風の作りだそうで、周囲も同じような家しか建っていないとのこと。しかし近隣の家とは300メートルほど離れているらしく、イッチはリアル田舎にポツンな家だと説明します。そして実家の裏口から中に侵入することに成功しました。久しぶりの実家の空気を懐かしみながらも、イッチは嫌な予感が止まらないと話します。さらに実家に入った瞬間から、ここに立ち入ってはいけないと直感したとのこと。そんなイッチに対し、人の荒探しが生きがいに来たちは、イッチが勝手に家に入ったことに対して不法侵入だと叫び出したり、心にも思っていない注意を入れつつも、本心では早く室内の様子が知りたくてうずうずしている様子。そしてイッチは現在裏口から入ってすぐのところにある台所付近にいると説明しました。ところが室内に入ってからというもの、頭痛がさらにひどくなってきていると言います。しかしそんなイッチの体調不良の理由を、田舎の空気感のせいやと言って、ゴキブリ以上の生命力で満ち溢れたニキがイッチの足を止めることを許しません。そしてとりあえずキッチンの戸棚から順番に見ていこうと言い始めました。すると早速イッチはシンク下に収納スペースがあるため、そこを開けてみるとスレミンたちに伝えますが、シンク下に物を隠すやつなんていないと一蹴されてしまいます。ところがその2分後、イッチはシンク下から箱のようなものを見つけたというのです。早速お宝発見疑惑にスレミンたちは、早く中を開けて写真をアップしろとせかし始めます。しかし勘の鋭いスレミンからは、シンク下で箱のようなものといえばゴキブリホイホイではないのかとの推測が上がりました。するとイッチ曰く、その箱の正体はゴキブリホイホイではなくネズミ捕りだったことを明かします。これにはスレミンたちも盛大にずっこけて、お宝ではないと分かった途端に写真掲載室が拒否する自己中ぶりです。そして次にイッチは今へと進んでいきます。しかし今にはちゃぶ台しか置いていないらしく、それを聞いたサザエさん愛好家ニキたちは、ナミヘイさんが机をひっくり返すシーンを再現しふざけ始めます。また宝物を隠すなら押し入れ一択のドラえもんニキからは、押し入れを見ろとの声が上がり、サザエさんとドラえもんのどっち派なのかという誰の参考にもならない議論が繰り広げられるのでした。その間に押し入れを捜索していたイッチは、中からタオルとライターが出てきたことを報告します。すると無茶ぶり提案だけはスラスラ思いついちゃうスレミンからは、畳をひっくり返してみろや2階の寝室を見てみようとの声が上がりました。しかし中にはお金持ち衆を嗅ぎ分ける能力に長けたスレミンもいて、そもそもおじいちゃんの形見にベルトを入れる時点でお金持ち衆が全くないと失礼極まりない発言を入れるのでした。ところがその後、イッチは突然スレから姿を消してしまいます。その3時間後、イッチは頭痛がひどすぎて倒れ込むように眠ってしまったと言ってスレに戻ってきました。そしてまた悪夢を見てしまったことに落ち込んでいる様子。しかしスレミンたちはイッチの無事に喜びの声を上げ、イッチが空き家で眠れてしまうど根性メンタルに尊敬するのでした。するとイッチは頭痛に耐えられなかったと弁解し、ここに来る前に頭痛薬を飲んできたためその副作用かもしれないと話しました。そんなイッチの夢を聞いてみると、その夢は果てしないほど広い森の中を女から逃げているといういつもの夢だったそうです。ところがいつもなら平坦な道を進むにもかかわらず、
今回は崖や急な登り坂と足元の悪い道が多かった気がすると話しました。さらにイッチは夢の中で足を滑らせてしまったため、女はイッチに手が届く距離にまで近づいていたと言います。これには数々のオカルト話を聞いてきたスレミンたちでさえも無駄に語尾を伸ばして絶叫してしまうのでした。するとここで自称夢博士スレミンから夢についての有益な情報が入ります。このスレミン曰く、夢とは過去の思い出や自分の心理状況に大きく左右されるというのです。そのためイッチは過去の嫌な思い出が心のどこかに引っかかっていて、それが悪夢につながっているのではないかと推測しました。するとその言葉を聞いたスレミンたちもわかると現実と夢とのつながりに納得している様子。しかしイッチは心の中にある引っかかりが何なのかはわからないとのこと。それでも確信に迫る大事なことを忘れているような気がすると心のモヤモヤを明かしました。するとあるスレミンからは、今回実家で見た夢の中でも女の顔を見ていないのかとの質問や、夢に出てくる人物といえば大抵が知り合いではないかとの意見が上がります。するとイッチは思い出したように、追いかけてくる女は母校の制服を着ていたことを話しました。その衝撃発言にスレミンたちは盛大に驚き、犯人までもう少しだと勝手にミステリードラマ展開を繰り広げ始めます。しかし冷静なイッチは、髪の長い女子はたくさんいたためどの人物かはわからないとのこと。そして20年前の出来事なんて覚えていないよなとスレミンたちに尋ねました。すると20年前は4歳だから覚えていないとつぶやく新参者にチャンネラーや、人生すべてが不都合でしかないニキたちはすべての記憶を封印して生きている様子。そして夢に出てくる森のことはわからないのかとイッチに聞いてみますが、イッチ曰く地元には山が多すぎてどの山の中なのかまではわからないとのこと。するとここで山を探すのは不可能だとしても女なら探せるのではないかとの意見が浮上し、その声に乗っかるように母校に行って聞いてみろという声が上がりました。また記憶を掘り起こして書き換えることで何か進展があるかもしれないと前向きなコメントも見られます。するとイッチも納得した様子で、一眠りしたら少し地元を回ってみるとスレミンたちに報告しました。その言葉を聞いたスレミンたちは、まさかイッチが家の中で眠るのではないかと心配しますが、イッチ曰く現在も家の中はピンと張り詰めたような雰囲気が漂っており、明らかにヤバい空気とのこと。そのため今から家を出て車の中で休むと報告し、そのままスレを去っていきました。そして翌朝、イッチはスレに現れると、昨夜の夢はいつもよりマシだったと報告し、今から朝食を食べてくると書き込みます。すると朝活夜活オールマイティニキたちが早速集まり出し、イッチのモーニングメニューを尋ねました。それに対しイッチは、実家から車で15分くらいの場所に商店街があり、そこにある喫茶店にやってきたとのこと。どうやらこの店はよくおじいちゃんとモーニングを食べた思い出の場所だそうです。その後イッチはもぐもぐタイムに突入したのか、なかなかスレに現れません。その間にもスレ内では喫茶店のモーニングというテーマで続々と食べたいメニューが書き込まれます。こうして答えが出尽くしたのか、イッチに正解を聞いてみますが、20分が経過してもイッチはスレに現れません。それから10分後、ようやくイッチがスレに帰還します。どうやら喫茶店の店主はイッチのことを覚えていたらしく、イッチに話しかけてきたそうです。そんなイッチの報告に、何か手がかりはつかめたかと聞いてみると、イッチは
記憶の手がかりはつかめたかもしれないと話します。ところが喫茶店の店主がイッチにいい印象を持っている様子はなく、開口一番じいちゃんと仲直りできたのかと尋ねてきたそうです。というのも店主の話では、20年前にイッチとおじいちゃんが喫茶店へやってきた時、突然つかみ合いの喧嘩を始めたといいます。そしてその喧嘩があまりにもひどかったため、店主は二人を外へ締め出したとのこと。後日おじいちゃんが亡くなったことを聞いた店主は、イッチとおじいちゃんが仲直りできたのかと気がかりだったそうです。その話を聞いたスレミンがなぜ喧嘩したのかと聞いてみますが、イッチ曰く理由は覚えていないとのこと。それでも仲直りはしたはずだと言い、店主にもそう伝えて店を出たと話しました。そんなイッチの話に対し、じいちゃんはその喧嘩の後に亡くなったのかと聞いてみると、イッチは喧嘩をした翌日、いつも通り目覚めるとすでにおじいちゃんは冷たくなっていたと話します。そしてイッチはもっとおじいちゃんと話しておけばよかったと後悔している様子。この話を聞いた幼少期の頃の期待を全て2チャンネルに捧げたニキたちによって、スレナイは珍しくしんみりモードに突入し、自分の出来損ないぶりを恥じるスレミンも現れます。しかし他のスレミンから速攻で一蹴されてしまうのでした。するとそんなスレナイの様子を見たイッチは、今から母校である高校に行ってきますと報告しました。それから30分後、イッチは当時の担任が教頭に昇進していて、卒業アルバムを見せてもらえることになったと話します。それを受けてスレミンたちは女の正体がわかるかもしれないと期待を高めますが、イッチは女のことには触れずに学生時代の思い出に浸っている様子。そして嫌な思い出ばかりじゃなかったのかもしれないと考え直しているようです。その後母校を出たイッチは車に戻ってきたことを報告します。そんなイッチを出迎えたスレミンたちが早速手がかりはつかめたかと聞いてみますが、イッチ曰くモヤモヤが増えたとなんだかしっくりこない様子。そんなイッチの状況に耐久性ゼロニキたちがせかし始め、イッチはポツポツと母校で聞いた出来事を話し始めました。まずイッチにはハナという元カノがいましたが、元担任曰く、花は卒業と同時に地元を出て以来、行方がわからないというのです。そして当時付き合っていたイッチに事情を聞いてきたと言います。しかし、イッチも卒業前には花と別れていたため、花の行方はわからないとのこと。そして元カノが行方不明という、嫌ミス展開に気分が悪くなったと話しました。さらに元担任は最後まで話し終えると、さすがにどこかで元気にしているだろうと、じゃあ最初から言うなよと全く笑えない締め方で話を終えたそうです。そんな状況のモヤモヤイッチは、最後にお墓を参って畑を覗いて帰るとスレナイに今から向かうルートを説明しました。そんな元担任のおせっかいに同情するスレミンや、いい先生だなと感心するスレミンもいますが、中には珍しく教師だというスレミンが現れ、2年前の生徒ですら覚えていないと熱血根性ゼロ精神をあらわにするのでした。するとスレ内では畑に向かうというイッチに対し、気晴らしに畑を掘り起こそうと謎に盛り上がり始めます。そして勝手に花咲かじいさん理論を展開し、まだお宝を諦めていない様子が伺えるのでした。そんな中、イッチは、おじいちゃんのお墓参りを無事に終えたことを報告し、これからは定期的に来ることをスレナイに誓いました。そんなイッチに対し、お墓参り代行を進めるスレミンが現れ、やたらと高い日当を提示する、願望だけは一丁前に来が立候補を始めます。そんな中、別のスレミンたちが、畑には何があるのか、と聞いてみると、イッチは現在の状況を、農作物は何もなく
荒れ果てた状態だと説明しました。そして畑の横には納屋があり、そこには家庭用の焼却炉やシャベルなどが置いてあると話します。続けてイッチは畑の周辺を掃除してから帰るとスレミンたちに告げました。それを聞いたスレミンたちはイッチの心がけに感心し、自分のどす黒い精神も浄化してほしいと思ってもいないことをつぶやきます。それから7時間後、突然イッチは頭が痛いと訴えてスレミンたちに助けを求めました。そんなイッチの様子に焦ったスレミンたちは急いで救急車を呼べとアドバイスを送りますが、イッチからの返答はありません。それから40分後、イッチは再びスレに現れるとまた頭痛がひどくて眠ってしまったと話します。そして現在はなんとか落ち着いていると報告しました。そんな中、一人のスレミンがおじいちゃんの死因を聞いてみると、イッチ曰くおじいちゃんはイッチが高校に入った頃からボケ始め、話している内容がわからないことが増えていったとのこと。そんな隙を狙ってかある詐欺に引っかかってしまったというのです。そしてとある日の朝、イッチが起床するとおじいちゃんは今で首を吊って自殺していたと話しました。それを聞いたスレミンたちはあまりに衝撃的な話に絶句してしまいます。そんなおじいちゃんの死についてイッチは、貯金が底をついたため生命保険を頼りにして死んだのではないかとのこと。続けて第一発見者だったイッチは、自分のベルトを首に巻いて冷たくなっていたおじいちゃんを見てびっくりしたと話しました。するとその言葉を聞いたスレミンたちは何かを察した様子。そしておじいちゃんが自殺に使ったベルトとはタイムカプセルに入っていたものかと聞いてみますが、またもやイッチからの返事はなく、スレナイは混乱に陥ってしまいます。それから15分が経過した頃、イッチは再びスレに現れると、今度は焼却炉の横でピンク色のストラップを見つけたとスレミンたちに報告しました。これに対し誰のストラップかや近所の子供が勝手に入って落としていったのではないかとの推測が上がりますが、なんとイッチはこのストラップに見覚えがあると言います。それは元カノであるハナのもので、イッチがプレゼントしたものだというのです。この思いもよらない展開にスレミンたちの脳内はハテナマークで埋め尽くされますが、イッチは続けて付き合って1ヶ月記念日にあげたストラップだと説明しました。そんなイッチの様子を見たスレミンからは、目覚めてからイッチの話すテンポが早すぎることからイッチ覚醒説を唱え始めます。さらに地元を巡ったことで記憶が書き換えられていろいろなことを思い出したのではないかとの声も上がりました。また夢から覚めて転生した説も唱えられますが、まだ死んでないだろうという正論ツッコミでぶった切られてしまうのでした。そしてスレミンたちはこのスレ始まって以来の回想劇だと盛り上がりを見せます。しかし常に冷静スレミンからは、なぜ行方不明の元からのものがそこにあるのかと疑問が飛び交いました。さらに元カノは行方不明になったのではないかとイッチに確かめてみますが、またしてもイッチからの返事はなく、ここでようやくスレミンたちはイッチの様子がおかしいとざわつきます。そしてあるスレミンがおじいちゃんと元カノに関するアイテムをまとめると、ベルトもストラップも見つけたのはイッチであり、二人の共通点もイッチしかいないという結論に至りました。またタイムカプセルの時が遡ってベルトだけが出てきたんじゃないかと異世界からのタイムスリップ説を唱えるスレミンもいますが、無理やりすぎるとして全力で否定されてしまいます。さらにあるスレミン曰く、共通点はイッチだけではないというのです。その共通点は元カノもおじいちゃんも現在は存在していないという事実でした。
それを受けて他のスレミンたちも続々と不審な点を挙げ始めます。まずピンクのストラップが焼却炉近くに落ちていたことも不自然ではないかというのです。そして一体イッチは20年前納屋で何をしていたのかと問い詰めました。すると下系しか思い浮かばない薄汚れた兄貴からはイチャイチャするしか考えられないだろうと言い切られてしまいます。ところがそれだとなぜおじいちゃんのベルトをタイムカプセルに入れたのかの説明がつきません。しかしタイムカプセルというワードに焦点を当ててみると、タイムカプセルとは隠しておきたいものを入れるものではないかとの答えに行き着きます。つまりテストや日記など誰にも見られたくないものを入れることが多いのではないかと考察しました。そしてイッチは何かを隠すためにタイムカプセルにベルトを入れたのではという声が上がりますが、スレミンにはその隠したいことが何なのかさっぱりわかりません。そのため元カノとイチャコラしちゃったことや人気アニメガンツのネギ星人が畑から誕生し彼女と戦いを繰り広げたのではないかという妄想を並べるのでした。するとそんな中でも正常の精神を持ち合わせるスレミンが存在し、イッチがおじいちゃんを殺して彼女を焼却炉で燃やしたのではとの意見が上がります。この予想外の推測にスレミンたちは絶叫してしまいますが、確かに今までのスレを読み返すと辻褄が合うというのです。しかしそれはさすがに考えすぎだろうと言い出すスレミンもいて、2チャンネラーは何でもかんでも辻褄合わせちゃう悪い癖があるとお説教を始めました。こうしてスレミンたちが勝手な推測をしている間もイッチはなかなかスレに現れません。それから2時間が経過した頃、また夢を見ていたと言ってイッチがスレに戻ってきました。そんなイッチを心配するスレミンに対し、イッチは実家に来てから頭痛がひどくて何度も倒れ込むように眠っては悪夢を見てしまうと話します。さらに今回はいつもとは違った夢を見たというのです。そんなイッチの体調を見て早く帰って休んだ方がいいと気遣うスレミンもいる一方、イッチが眠っている間に上がった質問に答えろとスレミンたちが煽り始めました。ところがイッチは衝撃的な内容を語り始めます。それは今見ていた夢の詳細で、高校の卒業式の後の出来事から始まったとのこと。そこで元カノがイッチに対し妊娠したと言って詰め寄ってきたそうです。その言葉に焦ったイッチはとっさに元カノをシャベルで殴るとチェーンソーで体を細かく切り刻み焼却炉で焼いたと言います。さらにこのことがおじいちゃんにバレてしまったため、イッチはおじいちゃんまでも自殺に見立ててベルトで絞め殺したと話しました。そしてイッチはこれは現実で起こった出来事かもしれないとつぶやきます。しかしどちらにせよもう時効ですよねとスレミンたちに問いかけると、家で妻とお腹の子供が待っているので帰りますと告げてスレを締めくくるのでした。こうして全てを聞き終えたスレミンたちはあまりの衝撃に言葉を失ってしまいます。しかし現実で起こった出来事だとしても今までの話と辻褄が合うことや、イッチの今までの証言からイッチは都合の悪い真実を全て夢だと思い込んでいるのではないかとの推測が上がりました。さらにイッチはニュータウンができる前に証拠を隠蔽しようとしていたのではないかというのです。するとここまでの話を聞いたスレミンの考察によると、イッチは自分に都合の悪い人間は捨て真実は夢として葬ってきたのではないかという結論に至りました。こうして真実にたどり着いたスレミンたちは驚愕し叫び声を上げながらスレは終了するのでした。人間の心の奥底に眠る闇を見てしまった衝撃スレとなりました。夢の中でも陰キャポジのお前らの感想をお待ちしております。
次回の動画も楽しみにしろください。